愛知のダラダラジオ。はい、ということで今週も始まりました、愛知のダラダラジオ。まずね、今週もいただいた質問をまず1個答えていきたいと思います。ラジオネームピュレリンゴさんからいただきました。千葉県の方ですね、ありがとうございます。相談がですね、平日学校から帰ってきてから勉強ができません。勉強する気はあって教科書もいっぱい持って帰ってきて、スマホもあまり触らないようにしてるのに、なぜかぼーっとしてしまい勉強ができなくて困ってます。ハイチさん助けてください、ということです。まずね、フォームに記入していただいてありがとうございます。で、これなんですけど、まあ解決策多分いろいろあると思うんですね。ただこの相談読ませてもらった時に、一個これやったらちょっと変わるんじゃないかなと思ったのが、まずねここなのよ。教科書もいっぱい持って帰ってきてっていうところをね、ちょっと変えてみるといいです。何かっていうと、これね他の方も該当すると思うんですけど、例えばなんか時間ができる、俺よくやりがちなのがね、新幹線で移動が今仕事で結構あるんですよ。でその時に、新幹線移動1時間とかね、往復だと2時間3時間の時もあるので、その時間何やろうって考える。で編集やれる、パソコン持っていこうとか、板書作れる、じゃあ教科書とノート持っていこうみたいなことがあるんですけど、いっぱいできることを持ってった時ほど結局スマホいじって終わる確率高くなるんですよ。何が言いたいかっていうと、 あれもこれもっていう風に、やってね、これも勉強できるし、あれもこれもって持って帰るぐらいだったら、もうこれしかできませんって決めて持って帰ってこらん。例えばそれをやってしまうことによって、持って帰ってきたら、うわ物理とかね、物理持って帰ってないとかさ、数学持って帰ってない、いや持って帰ればよかったってこともあり得る。それもあり得るけれども、それやるよりはもう今日はこの1科目しか絶対やらんって決めて、それを持って帰ってくるみたいなことをした方が割と動けることのが多いと俺は思っています。なぜかっていうと、いっぱい持って帰ると選択肢がいっぱいあるんですよ。教科書もいっぱいあるからね。そうすると選択肢がある状態から何かを一つセレクトする、選ぶっていうのが実はハードルが高いんですよね。なので、まあもちろんね、教科書を置き勉したら怒られるっていうパターンもあるかもしれないんですけども、もしねそういう方は、持って帰んなきゃいけないっていう方は、学校にいる段階で今日はもうこれを絶対勉強するんだって決めてごらん。家帰ってから決めるんじゃない、学校で決めてくるっていうのをやるとね、割とうまくいくかと思いますので、ぜひね試してみてください。はい、ということで、じゃあ今週のテーマやっていきましょう。まあみんなのね画面には映ってると思うんですが、今週梅です。梅、まあわけわからんでしょ、これ。ツイッター見てる方はわけわかると思うんですけど、見てない方はなんだこれって思ったかもしれないんですが、我が家にですね猫ちゃんがやってきまして、その子の名前が梅なんです。はい。先週ねちょっと重たい話をしたので、今週は緩くね、緩い話をしたいなと思って、でまさか猫をね私この人生で飼う日が来るなんて微塵も思ってなかったんですよ。飼うきっかけとかも全部話すんですけど、まあ、その梅がやってきたんで、そのいざやってきてからのね話っていうところもねしていけたらと思います。何も身になる話ないんだけど、まあ、ちょっとよかったら聞いてくださいお願いします。あ、でってカービィみたいにした、でででだよ出てきちゃった。今多分画面にも出てると思うんですけど、あさって6月1日私のこのチャンネル9周年なんですよ。6月1日記念日なので9周年なんで、夜生放送やります、雑談ライブ。ケーキ自分で買ってきて、ケーキ食べながら雑談ライブするのやりますんで、ぜひぜひ遊びに来てください。一応いつもやってる22時スタートか21時半になるかもしれないんだけど、まあ、その辺からね1時間ぐらいみんなでちょっと祝って、9周年おめでとうっつって、そのコメント書いてくれるだけで全然構わないのでぜひぜひみんなのねと一緒に雑談できたらなと思っておりますので、よかったらお越しください。ではでは行きましょうか。今ねちょっと隣の部屋で寝てるんかな、多分寝てると思うんですけど、義理のねお母さんが、また奥さんのお母さんねがですね、ちょっと捨て猫のを拾ってきてですね飼えないみたいななったぞ、きっかけそこなんですけど、そうで飼うことになったっていう。ただですね、俺も含めて我が家4人家族なんですけど、今3人猫アレルギーなんですよ。だから正直ちょっとね、まあ、今は2週間交代みたいな、2週間うちで飼って、2週間義理のお母さんの家で飼ってみたいなことになるかなっていう話にはなっているんだけども、まあそれがねちょうど今日、昨日か
じゃあ今日だ、撮影してるのが今日だから投稿してるから昨日だね。そう、昨日我が家にね梅が帰ってきて、今、まあ、一緒にさっきこうわちゃわちゃしてたんですけど、私あの犬と猫だと完全犬派なんですよね。もともと自分が学生の時に犬飼ってたんですよ。うちあのラブラトールレトリバーか、そう真っ黒のねラブがいて、そうレオっていう名前だったんですけど、レオ飼ってたからやっぱ 猫よりも犬派だったんですよね。だからいつか犬飼えたらいいなとかって思ってたんですけど、まあまあこういうきっかけで猫ちゃんを飼いまして、でまあ捨て猫だったんでいつ生まれたのかとかもわからないし、まあ、まあ雑種なんでしょうけど、そう、まあ、品種とかもわからない状況で、でもその預かった日に病院連れてってさ、でまあ、なんと大丈夫かなみたいな、目やにも結構すごかったから、そうでもまあまあ特に今のところ病気は発覚してなくて、今度予防接種行くんだけど、うん、で、お医者さんが言うには、生後その先週か病院連れてった時には生後3週間ぐらいかなみたいな、あ本当にちっちゃいの、めちゃめちゃちっちゃいそうでもね可愛いんすねえねえ可愛いねあのよくさ、あの猫ちゃん飼ってる方がツイッターとかでさ、猫のこうねば、あの愛猫のね画像とか上げてらっしゃって、うちの猫ちゃんが何々ちゃんが世界一みたいなのたまにツイートとか見るんですけど、正直ねあんまりそういう発想がなかったんですよ俺。言うてもみたいな、可愛い子いっぱいいるしみたいな思ってたんですけど、すでに1週間でちょっとその気持ちになってる、はい、梅が世界一可愛い気がしている面白いよね、人って変わるなっていうのをすごく実感してる、まあ、喋りながらすごい思ってるもんね、まあ、ただまだねちっちゃいのでなかなかね、まあ、別にこうかまってかまってっていう感じでちょっと離れるとニャーニャー泣くし、多分俺に一番懐いてないからさあのもしかしたらねこのダラダラジオの後に今日自習室の生放送やってるから、そこでちょっと梅ねお披露目してるかもしれないんですけど、まあまあ見た目ねロシアンブルーっていう品種、多分あれかな、花尾さんが飼ってる子鉄があれかな、ロシアンブルーだったかな、うん、まあ見た目そんな感じなんですけどね、まあ全然雑種なんですけど、そう、まあ、そんなね可愛い子が来ましたよっていう、で、まあ、いざ飼ってみるとさ、人なんてね簡単に変わるんだなっていうふうに思ったなんか哲学的なことになんか無理やり持ってってる感じがするんだけど、自分はねもともとなんか自分はこういう人間だってすごい決めつけて生きてたタイプ で人間ってなかなか変わらんよねっていう、特に自分俺すごい頑固だから、頑固な自覚があるから、うん、変わらないよねって思ってたんですけど、いや意外と変わるなっていう、でその意外と変わるなっていうのは特に YouTube を始めてからはすごく思うようにしていて、自分ってこういう人間だよねっていう自分で枠を決めちゃう、だから自分の輪郭をよく決めるって俺言い方をするんですけど、自分の姿形を輪郭を決めてしまうと人ってそれ以上出ないんですよ、そこの輪郭がなんだろう枠になっちゃうから枠をはみ出せないんですよね。だからあまり自分のことを決めつけないようにしてる、だから決めつけてる方が楽な部分もあるので、それはまあ時と場合によっては分けるんですけど、自分の可能性も別に制限しないし、うん、っていうのは結構大事にしてて、だから考え方は柔軟にというか、そうあのね芯ってあるじゃん、だからやっぱ心に芯を持って生きていけみたいなさあるでしょ、でその心の芯の部分って俺は柔らかい方がいいってすごく思ってる人間なんですよ。あのどういうことかっていうと、なんか硬い方がいいイメージありません？だから鉄の心みたいなの分かんないけど、でも俺ゴムの心が一番いいと思っていてそう表現はあれか伝わらないかもしれないけど、あのさ例えば硬いものってさすごい力、強い力がかかった時にパキって折れるの分かります？あの割り箸を折るイメージですね、硬い木をこうパキって折れるじゃないですか、もちろん強い力がかからなければ折れないんで折れにくいんですけど、いざかかってその耐えられるものからオーバーしてしまうとポキッといってしまう、で折れたものは戻らないんですよね。でもゴムって例えばゴムのね芯って細長いゴムをイメージしてください、で折れないの分かります？グニュグニュしてるから、だからグニュグニュしてるからさ一見頼りなく見えるんですけど、あいつらってどんなに負荷かけてもほとんど折れないんですよね。そうだからやっぱり心もそうであるべきだと思っていて、柔軟な方がいい。そうだから大事な部分、譲れない部分は持ってていいんですよ、持ってていいんですけど、でも人の意見をやっぱり聞いたりとか人のアドバイスとかやっぱり柔軟に対応とか柔軟にこう吸収できるように自分の心の芯っていうのは
より柔軟で、まあ、常にゴムのイメージは俺は持っているんだけれど、ゴムのようにいなきゃいけないなっていう。そうだから、まあ、今回それを猫ちゃんのね梅の話に持っていくのはちょっと無理やりかもしれないんだけれども、まあ、自分は絶対犬派だとか、まあ、最近だとずっとハムスター飼ってたからねハムスターラブなわけなんですけど、でもやっぱりいざこう踏み出してみたら、まあ、ちょっと猫アレルギーなんでね結構抱っことかすると痒くなるんだけど、でもまあそれを含めてもやっぱ可愛いからさ、まあ、簡単に変わるなっていうところと、やっぱり自分は絶対本当一生猫飼うことなんてないと思ってたから、思ってた。多分今回みたいなちょっと半無理やり的な感じでねスタートしたけど、それでもなかったら絶対こういうふうには思わなかったし、まあそういうのもありなのかなっていう。そう、だから今回このダラダラ上で伝えたかったのは、猫ちゃん来たよって、梅が来たよって、まあちょいちょい多分ねサブチャンでは動画撮ると思うんで、あのサブチャンでね梅とか登場させようと思うんだけど、まあ、その梅の紹介っていうところと、今話した人の心っていうのはよりゴムの方がいいよって、なんか強固でなきゃいけない、固くなきゃいけないっていう風にすごい思ってる方多いんだよ。特に真面目な子、学生のうちでね思ってる子が多いんだけど、そんなことねえよって。例えば昨日言ってたことと今日言ってたこと、自分が考えてることが変わってて構わないんだって。いいんだよ構わないんだよ、人だもん。どんどん変わってって興味とかもどんどん変わっていいんだって。それをさ周りの人がもしかしたらね、もうしっかりしなさいよって、初志貫徹よってね言うかもしれんけど、ちゃうそんなことないから。別にね、大事なもの、譲れないものは譲っちゃダメだよ、もちろん。だけども、あの譲れるものはどんどん譲るというか、考えをこう柔軟に変えていくっていうのは、俺は人の成長にとっても自分のメンタル維持、メンタルをいいポジションにいるためにもすごく大事なことだと思うので、ぜひぜひあのそういうのを参考にというか、そういうこと言ってたなっていう人が一人いたなっていうのを覚えていていただけると嬉しく思います。ということで、今週のダラダラジオは、ダラダラジオは以上でございます。あの先週もちょっと話したかもしれないんですけど、このねあのフォあのダラダラジオ専用フォームでさ、 Google フォームで書いてくれてるじゃないですか。今あのいただいてるのが200以上もいただいてるんですけど、で答えてるの3つだけだからさ、で、いつか生放送で1時間ぐらいダラダラジオ1時間ぐらい、もう皆さんからいただいた質問、事前にいただいた質問に答えていく。それが何個答えられるかわからないけど、まあ、1個6分で答えていっても10個は答えられるじゃんか。あ、本当はさっき最初に話したラジオネームなんとかさんからいただきましたっていうのをずっと続けていく感じ。本当のラジオだったらさ曲とか流せるんだけど、ちょっと曲流したら著作権引っかかっちゃうから、歌うか、あ違う、それも違えわなんか生放送でさそんなやってもいいかなと思ってるので、今度ね、まあ、9周年記念ということで、どっかでダラダラジオの生放送もできたらなと思いますので、まあそんなをちょっと考えてるっていうのもね、あの覚えておいてください。はい、ということで今週もありがとうございました。じゃ あの途中で話しましたけど、あさって久しぶりとか9周年記念のね雑談、ケーキ食べながら雑談しようライブやりますので、よかったらねそちらもぜひぜひ遊びに来てください。では今週のダラダラジオは以上でございます。また明日からね1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。